始まりました、アプカミ。今回のお相手はモーニング娘 2-1 の石田あゆみと、モーニング娘 2-1 の横山玲奈です。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分もこのチャンネル限定で公開していくので、最後までお楽しみください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど、制作の過程をお届けしていきます。それではまず MC2 人の私たちの裏側に迫っていきたいと思います。はい、私の最近のお話を聞いてほしいんですけど。聞きます。3月27日28日に開催したひなフェスでのお話がありまして、はい、2日間やったうちの2日目の2公演目、はい、モーニング娘。2-1プレミアム公演の時に、うん、私サイドポニーテールをしてね、コンサート出たんですよ、はい、そのサイドポニーをするのがすごく久しぶり で、はい、で自分的にも新鮮だったんだけど、はい、なんかそれを見た後輩たちからのもう石田さん可愛いですの声がですね、止まらなくて、あら石田さん今人生最大のモテ期が来ております。嬉しい。モテ期は嬉しい。嬉しい、本当に嬉しくって、うんうん、まず最初にビヨーンズの西田しおりちゃんが、はい、タッ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 ってなんか駆け寄ってきて、うん、石田さんその髪型可愛いですってもうニッコニコで言ってくれて、なんだ可愛いなって思いながら私も嬉しかったんですけど、うん、あとは出番の直前に前田心ちゃんが私の髪型見て、はい、石田さん可愛いですって言ってきたの、はい、でそれと同時に平井美代ちゃんが、うんうん、それ美代が言いたかったみたいな感じで言ってくれて可愛い。そうなの。でそれを見た高瀬くるみちゃんも、うん、それ私も言いたかったみたいな、石田さん可愛いですって、なんか石田さんの奪い合いかなって感じの空気が出来上がったんですよ。モテモテじゃないですか。そうなのよ。で、あとはもう私のことをずっと好きって言ってくれている新沼キソラちゃん、はい、キソラちゃんもその私の髪型を見てね、え、何ですかそれ、何これ可愛いじゃなくて、ね、何これ言ってきたの私向かってニヤニヤしながら、そうそうそう、かわいい、そう、かわいいって意味だったらしいんですけどね、うん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 、本人的にはすごい嬉しかったし、うん、あとは、はい、なんといってもこの今隣にいる横山玲奈ちゃんも、はいはい、私がその髪型をして、はい、楽屋に戻ってすぐだよね、はい、でも私が一番最初ですもん、楽屋同じなんで私、石田さんね、やっぱモーニング娘。なので、うん、もう楽屋でも石田さんのそのサイドポニーを見た瞬間にも可愛いですと伝えさせていただきました。写真撮ってくださいって言ってきてくれて、はい、嬉しかったです。ありがとうございました。本当に可愛かったです。いやいやいやそう、なんかそのサイドポニーをしている映像とかは、まあ、後にもしかしたらこう YouTube とかでも公開されるかもしれないので、お楽しみにです、うん、はい、以上です。じゃあ私、横山の最近の横山事情なんですけれども、はい、花鳥風月、最近こう、はい、ツアーが始まりまして、うん、まあ、全国これからも回っていくんですけれども、まあ、その花鳥風月はまあ4チームに分かれていて、はい、私はその中の花チームに所属しているんですけれども、はい、その花チームのリハーサルがすごい早い時間からのリハーサルの日があったんですよ、うん、あ、まあ、ありますね、はい、初日オリンパスホール八王子で開催したんですけど、うん、その八王子その会場でリハーサルすることがあったの で、うん、でその日のリハーサルがすっごい時間早くて、うんうんうん、ちょっと寝ぼけてたんですよ朝、あ、はい、で私はいつもこう前日に全ての用意を終わらせてから寝るタイプで、あ、いいね、そうなんですよ、ね、こう私服だったりとか、はいはいはい、リハーサル着とかもちゃんと全部こう畳んで準備してから寝るんですよ、はい、えらい。でその日はでもちょっと朝本当に早くて寝ぼけてしまってて、うん、間違えてこう私服とリハーサル着こう並んで置いてあったのを、うん、私服じゃなくてリハ着の方を着てしかも私服は持って行かずに家を出てしまって、こう会場着いてからなんかみんなの可愛い私服を見て、待ってみたいな、うん、自分おかしいなみたいな、なんかすごいあれ部屋着できちゃったみたいな格好でちょっと会場についてしまって、うんうん、ちょっとなんかやっぱ可愛い、みんなやっぱ私服おしゃれじゃないですか。そうなのよ。そうだからこうメンバーの可愛い私服を見て、あ、ちょっとやってしまったなっていう失敗なんですね。あ、失敗だそれ。あ、はい、私の中では結構、私全然リハーサル期間、はい、あのジャージで、はい、あとコートで隠れるからいっかって言ってちょっとそういう感じで行ってたよ、スタジオと家往復。ありなんですね、確かに、う
でも確かに荷物は軽かったです、ね、そう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 荷物は軽かったです。確かに9年やってるとそうなってきちゃうから。確かにコートで隠れますね。コートで隠れますから。確かに確かにまだ寒いですから。肌寒いですから。確かに確かに、まあ、見えるところはね確かにちょっとあんまハロープロジェクトとか書いてあったらダメだけど。そうですね、隠して全部。確かに全部隠せれば OK ということでじゃあまだあの花鳥風月もねまだ全国回っていきますのでちょっとその技、はい、ちょっと今後も使っていきたいと思います、うん、そうだね。ありがとうございます。はい、はい、あんまり参考にしないでくださいということで今回のアツカミまずはこちらから。モーニング娘。2-1 アルバム楽曲愛して何が悪いボーカルレコーディング3月31日にリリースになりましたモーニング娘。2-1 16枚目のオリジナルアルバム 16th That's J-POP から愛して何が悪い羽賀茜のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。深夜焼肉ジュ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 っとうながんせ深夜焼肉デート。はい、 YouTube 弾が収まらない、全然決まんない。 Oh yeah、 ジュ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 っとうながんせ深夜焼肉デート深夜焼肉デートデート。はい、 YouTube 弾が収まらない、全然決まんない。 Oh yeah、 ジュ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 と運が返せ深夜焼肉デート。 YouTube 弾が収まらない、全然決まんない。安全基準が定まらない恋愛初段階。親密じゃん、チュ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 と突っ走れ恋のワンウェイキープ、恋のワンウェイキープ。はい、安全決まんない、安全基準が定まらない恋愛初段階。 Oh yeah、 チュ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 と運が返せ深夜焼肉デイ。親密じゃん、チュ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 と突っ走れ恋のワンウェイキープ、親密じゃん、親密じゃん、チュ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 。はい、安全決まんない、安全基準が定まらない恋愛初段階。 Oh yeah、 チュ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 と運が返せ深夜焼肉デイ。親密じゃん、チュ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 と突っ走れ恋のワンウェイキープ。ほらもっともっとそれ以前で一歩一歩いけ、そっとそっと優しくね、グッドグッドハグ、きっときっとも夏が来る、あっという間に冬、ずっとずっと困ってても何も始まんない。一歩一歩け、はい、ずっとずっと困ってても待ってても、はい、ほらもっともっとそれ以前で一歩一歩け、そっとそっと優しくね、グッドグッドハグ、きっときっとも夏が来る、あっという間に冬、ずっとずっと困ってても何も始まんない。 A メロはこう早く言わなくちゃいけないとかリズムが大変とかだった印象なんですけど、ウィスパーで息多めでこうやってっていう風に言われたので、声を張らずにとにかくウィスパーで、私はもう言い回し、早口の言い回しとリズムに集中ができたので、もちろん難しかったんですけど一番出しやすい声のキーではあったので、歌っててすごくなんか楽しかったなって思いました。さあ目指せ果てしない未来、さあ目指せ道なき道の道。で、出てましたか？大丈夫？大丈夫ですか？はい。想像力がすべて道なき道の道。はい。さあ目指せ果てしない未来、さあ目指せ道なき道の道、さあ気づけ己の可能性、
つけ、そば残力がすべて。誰のものでもない身の未来、誰のものでもない君の未来。誰のものでもない君の未来、未来、はい、お願いします。誰のものでもない君の未来、はい、なんか悪い、悪い、う、はい、悪い、はい。限界決めつけるな、その可能性。おう、愛してなんか悪い、悪い、はい。おう、おう、愛して、はい。限界決めつけるな、その可能性。おう、愛してなんか悪い、なんか悪い、はい。限界決めつけるな、その可能性。おう、愛してなんか悪い。サビはもう高いキーと低いキーが本当に様々なごちゃごちゃになっていたりするので、今はこう別々に高いキー低いキーで撮らせてもらったんですけど、こう想像力がすべてのところで、すべての裏声に行くのも難しかったんですけど、想像力っていうリズムを刻むのがすごく個人的に難しかったなと思って、本当にこの曲はリズムが大切、本当に一番リズムが大切な気がしたので、これからもリズムを頑張って撮っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、あの愛してなんか悪いの、うん、このレコーディングの映像を見てて、うん、やっぱりこの曲ってすごい難しいんだなって、ね、なんかこう A メロ B メロサビとかこうもう全部やっぱこうなんか曲調変わったりとか、うんうんうん、キーが一気にこう高くなったり低くなったりとか、うんうんうん、そういうのを見ててやっぱこの曲難しいんだなって思うと同時に、この曲私すごい好きなんですよ、うんうん、で多いよね、メンバー、はい、すごい結構メンバーの中でもすごいこの曲好きっていうメンバーもすごく多くて、うん、でまだ私たちはこう、ね、生で歌ったことがないので、こうみんなでこう揃って集まって歌った時にどういう感じになるんだろうっていうのもすごく楽しみだなって思って聞いてました、うんうん、この16th That's J-POP の中の収録曲なんですけど、はい、うん、1曲目にこれが入ってるじゃないですか、はい、それもまたよくって、分かります、この That's J-POP って言っている中の1曲目ってことは、なんだろう、なんかそれが代表曲っていうか、なんか、うん、まず耳にするじゃない、はい、でそのまず耳にした曲がこの曲の、なんだろう、その構成とかもなんかラップも急に入ってくるし、うん、A メロのウィスパーっぽいところとサビのその高音で圧が強い感じとっていう、なんかそのいろんなモーニング娘。がすでに1曲で楽しめるところが、うん、なんかこのアルバムはすごいんだぞっていうのはなんか物語ってる気がして、なんか自分でね、こんなあんまり言うのもあれなんですけどなんかすごい気に入ってるんですよね、うんうん、メンバーとしても、はい、はい、すごく嬉しいですし、あとあの私はこの曲のラップパートがまあお気に入りというか、うんうん、こう私も一番のラップパートの歌い出し歌わせてもらってるんですけど、はい、まあ、なんか私がラップをやるのはもう聞いてると思うんですよ、うん、たくさんの方がもう聞いたことあるって感じだと思うんですけど、2番とかになってくると今までラップとかあんまり出てこなかったなっていうメンバーのラップが聞けるのね、うん、はい、でまさにその横山玲奈ちゃんのレイナのね、2番の歌い出しもいいし、ラップもいい。ありがとうございます。あの、どうでした、なんかそういうラップとかってあんまりないよね。そうなんです、まさか私がこうラップパートをこういただけると思ってなくって、うんうんうん、でもやっぱこうラップに憧れはずっとあったんですよ、うんうんうん、それこそこう石田さんのラップとか聞いてて、こうジェラシーのラップとかすっごいかっこいいので、なんかいつか私もなんかそういう石田さんみたいなこうかっこいい、こう滑舌のいい、そうかっこいいノリノリなラップがやってみたいなってずっと思ってたので、うんうん、ちょっと今回この愛してなんか悪いで、まあ、横山のラップも意外といいじゃんと思ってもらえるように、うんうん、
もっと頑張りたいと思いますので、ぜひ聞いてください。ぜひモーニング娘。って本当に楽しいですね。楽しいです。以上、モーニング娘。2-1 アルバム16th That's J-POP から愛してなんが悪いの羽賀茜のボーカルレコーディングでした。じっくり行こうよ。続いてはこちらです。演劇女子部眠れる森の美を台本読み合わせ。国民共催コープホールスペースゼロにて4月16日金曜日からスタートします。ビヨーンズの主演舞台演劇女子部眠れる森の美よの台本読み合わせの様子をご覧ください。それではまたよろしくお願いいたします。お願いします。何やってんのよ。何もしてない。トラックが信号無視したんだ。周り見てないからでしょ。見てたよ。あくびしてたわよ。ぼーっとしてんだから、ひかるはいつも。ひまり役の島倉梨花です。誰かの心に残るような役を演じられるように頑張りたいと思います。西浦君でよろしくお願いします。お願いします。今回はビヨーンズ12人だけの舞台ということで、それは初めてのことなので、みんなでこの今までの舞台よりも成長した姿とビヨーンズだけで作る世界っていうのを皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思いますし、今までのビヨーンズの主演ビヨーンズがやってきた舞台とはまたもう全然違うストーリーになっているので、そこの違いというか、またビヨーンズこんな風に演じることもできるんだっていうのを皆さんにちゃんと見ていただきたいなって思います。そんなの暴力すぎない。勝つためだけの作品をやるってこと。そのためにみんなで我慢しろってこと。そういうこと言ってると思うよ。望みも叶えも叶えも夢がやってたんですよ。正義です。演劇部のエースとして堂々と演じられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。だからぶち壊すんでしょ。そういう代々とかそういう堅苦しいやつ。あったのかてぇな。せや、自分がミュージカル好きだから押し付けないでほしいです。せや、せや。ね、のぞみ役を演じさせていただきます、山崎春です。のぞみのような気の強い性格の子を演じるのは初めてなので、すごくワクワクしていて楽しみにしています。素敵な舞台にできるように頑張るので、よろしくお願いします。お願いします。招待者もちゃんと3人分。あれ、赤のせいは今、着替え中。だよね。この絵を演じていただきます、ゆうせいかなです。はい、丁寧にでもとても明るくて楽しいキャラクターだなと思うので、そういう楽しむ気持ちを忘れずに頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。みんなが負けたら泣く姿を見たくないから。去年卒業した先輩たちが負けた時、あの姿を背負っていこうってのぞみが言ってました。はい、玉役高崎由美です。演劇女子部の作品では割と強い役を演じることが多かったので、今回すごく楽しそうな役だなと思って、個人的にめちゃめちゃワクワクしています。楽しみながらでもこの作品の中に何か一つでも色を残せるように、ね、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。全員が納得したんだよ。マジっすか。いつの間にそんな話に。なんかお前がブツブツ独り言言ってる間だよ。山上役の江口彩です。今回は部長ということで、ビヨーンズの中の年齢の関係とは変わってくるので、しっかりそこを演じられるように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。あと、あれだ、魔法とか使ってみたいね。魔法？俺がパッと手をかざすと照明がビカーって光って、 SE がビューンって。浜田先輩役を演じます西岡玲奈です。かっこよくしっかり男役として頑張りたいと思います。よろしくお願いします。私はミュージカルがやりたくてこの劇部に入ったんです。みんなが見て、先輩たちがそれを見て入部したのと思うけど、寝る役を演じさせていただきます小林真奈です。今まで結構中性的な役が多かったなって思うんですけど、今回の寝る役はちょっと女の子らしいところが見られたので、そこを出していけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。部長じゃん。どうですか、衣装いい感じじゃないですか。うお、いいね。僕作ったね。楽しかったです。ありがとう。翔子を演じさせていただきますけれども、
12人だけということで、前回とかは金田先生がいたりとか指導さんと一緒にやらせていただいたりしたんですけど、ビヨンズ全員で力を合わせて頑張りたいなって思いますし、私個人的には久しぶりの女の子の役なので、顔とか女の子らしさとか可愛い一面も出せたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ゆく役を演じさせていただきます、岡村美奈美です。ゆっこはすごい明るい女の子だと思うので、こう舞台に立った時に雰囲気をパッと明るくできるように私も頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕、童話がいいかなって思ってて。童話いいね、歌に持ってきやすいしね。うちの劇部はやっぱ歌じゃん。だからキャッチーな方が合うと思って。その役を務めさせていただきます、前の心です。演劇女子部の舞台では今まで役で結構高笑いとかしたり、あと声張り上げたりとかっていう役が多かったので、紬のような役を初めてなんですけど、精一杯頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕が離れようもんならすぐ泣いて叫んだりして大変だった。なのに今隣の姿はこんなにも時間で怖いよ。はい、今回光を演じさせていただきます平井です。話の中心にいる役をやらせていただくのは今回が初めてなので、とても不安もあるんですけれども、皆さんと一緒に良い舞台を作れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回、物語の中心にいる役をやらせていただくので、とても緊張とか不安とか、まあ、いろいろ感じる部分はあるんですけれども、そこはなんだろうな、やっぱり私はもともと演じることとか舞台がすごく大好きなので、そこを今まで見てきて勉強してきたこととかこう活かせるように、ちゃんと見に来てくださった皆さんにこうお届けできるように一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ見に来てください。はい、ビヨンズの舞台はですね、はい、私たちも結構何度も見に行かせてもらってるんですけど、うん、こうビヨンズの舞台はこういつもなんかこう驚きが多いというか、例えばこういろんなものに挑戦してるイメージがあるんですよ。なんかこう一輪車に挑戦したりだったりとか、うん、こうあのボール、うん、そうなんか回したりとか、そうワッカーがそうなんかこうすごいサーカスみたいな、うん、サーカスだみたいな、そういうなんかいろんなこう演技とは違う一面もまたこう舞台で見せてくれるイメージがすごいあるので、はいはい、なんか今回の眠れる森のビヨの方もなんかどういうビヨンズが見れるんだろうっていうワクワクがあって、もう今の読み合わせを見ててもなんかどういう舞台になるんだろうみたいな、もうワクワクが止まらないので、もう早く私たちも見に行きたいなって気持ちでいっぱいになりました。私花鳥風月で、はい、前田心ちゃんと、うん、高瀬くるみちゃんと平井美代ちゃんとチームが一緒なんですよ、はい、なのでそこでも台本がついに来たんですとか結構話を、ね、聞くの、はい、そうするとこう今までのビヨンズの舞台はなんかもうみんな楽しくって、うんうんうん、でなんかそのチーム感があってなんかみんなで大成功みたいな、うん、そういう印象が残る舞台だったけど、今回のは結構今までと違うらしいっていう情報を耳にしてるんですよ。なんか最後のコメントで平井美代ちゃんがそのなんだろう、自分の独りよがりのお芝居になっちゃいけないみたいなことをもうしっかりと言ってたので、うんうん、もうこれは間違いなく成功するなって私あれを聞いて思いました。そう、本人はまあ不安がね大きいかもしれないんですけど、うん、もう今までの舞台を見てきて私個人的にみおちゃんのお芝居大好きなので、うんうん、もう期待しかないです。うわ、やっぱ石田さんにそうやって言ってもらえると多分もう心強いなって思います。 やっぱりこう本当に舞台といえばやっぱ石田さん、いやいや応援してます。ビヨンズの舞台もとても楽しみにしてます、はい、というわけで以上、ビヨンズ主演舞台演劇女子部眠れる森のビヨ台本読み合わせの様子でした。頑張っているあなた、かっこいいよ。モーニング娘。21の石田あゆみとモーニング娘。21の横山れいながお送りしているアップカミ、続いてはこちらです。モーニング娘。20ギューされたいだけなのにボーカルレコーディング、モーニング娘。20ギューされたいだけなのに小田さくらのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。さみ、あ、違う、なんもかってないじゃない、さ、え、さ、
ってないじゃない、寂しい。はい。何も分かってないじゃない、何も分かってないじゃない、何も分かってないじゃない、寂しい。ない、ないじゃない、何も分かってないじゃない、たんたた、ないじゃない、何も分かって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 ないじゃない、寂しい。何も届いてないじゃない、何も届いてないじゃない、何も届いてないじゃない、悔しいだ。何も届いて、届いて、はい、何も届いて、はい。何も分かってないじゃない、何も分かってないじゃない、何も分かってないじゃない、寂しい。何も届いてないじゃない、何も届いてないじゃない、何も届いてないじゃない、悔しいだ。万年孤独、愛情不足、うさぎちゃんシンドローム、ローム、シンドローム、悔しいな。笑ったって、拗ねたって、意味なし。万年孤独、愛情不足、うさぎちゃんシンドローム、かまってほしい。うさぎちゃんシンドローム、シンドローム、うさぎちゃんシンドローム、悔しいな。笑ったって拗ねたって意味なし。万年孤独、愛情不足、うさぎちゃんシンドローム、かまってほしい。意味なし、そういうもんね、こういうもんね、青春エンドロール。上見たって下見たってキリなし。そういうもんね、こういうもんね、青春エンドロール、お待て誕生。Aメロは急にインストの音が静かになるのに、リズムがパキッと立っているので、そこをパキッと立てなきゃって思ったら、私早取る癖があるので、思ってゆっくりけど正確にリズムを取るっていうのと、言葉を詰めるので、言葉を詰めるのもまた早くなる私の癖なので、ゆっくりと言葉を詰めるっていうことがすごく難しかったです。無期延期、はい、練習のキスは無期延期、取り繕いじゃもう遅い、後で後悔してなさい。延期、取り繕いじゃもう遅い、はい。練習のキスは無期延期、取り繕いじゃもう遅い、後で後悔してなさい。今週の末のその前、今日とか明日はどうすんの、たまに投げてしてくいよ。ああ、許されていたけなのに。サビはですね、タンタンタタンタンタ、三連符っていうんですかね、同じ三連符からの細かいリズム、三連符からの細かいリズムみたいなのを繰り返してるのと、あと基本的にキーが高いで、ちょっと張るし、歌詞を詰めるしで速くなってしまうのをすごく気をつけながら、指摘もいただきながら撮りました。来週のキスは無期延期、取り繕いじゃもう遅い、後で後悔してなさい。今週の末のその前、今日とか明日はどうすんの、たまに投げてしてこいよ。ああ、許されていたけなのに。
あとでこぼかしてな。ねえ、さい、あー、お願いします。来週の基礎は無期延期、取り繕いじゃもう遅い。あとでこぼかしてなさい。あー、いい、短かった。はい。来週の基礎は無期延期、取り繕いじゃもう遅い。後で後悔してなさい。あー、はい、来週の基礎は無期延期、取り繕いじゃもう遅い。後で後悔してなさい。バッチ、よかったですありがとうございました。はい、このギューされただけなのには、うん、個人的にすごいこう、うん、なんか感情をどれだけ込められるかによってこう完成が、うん、完成度が変わってくるなみたいに思ってる曲の一つで、うん、なんて言うんですかね、こうこの前ラジオでこうメンバー何人かとこのギューされたいだけなのにの主人公はどういう気持ちなのかっていうのについてこう話し合う機会があって、うんうん、そこで話した時に3人ぐらいで話したんですけど、うん、みんなそれぞれ全く違う意見だったんですよ、はいはい、でなんかそういうのを聞いてて面白いなみたいな、うんうんうん、こう人間の解釈って面白いなって思ったので、うん、なんかそうやってなんかメンバー、あ、このメンバーはこういう風に解釈してこの曲歌ってるんだなとかいうのを知るとまたなんか違った完成品に近づいていくのかなとかいうふうに思って、うん、でこう今回の小田さくらさんのこのレコーディング映像でも1サビと最後のサビでこう歌詞は一緒だけどなんかこう声の感じ、こうなんかすごい最後のサビではこう太い声で歌われてたりとかしたので、小田さんはなんかどういう気持ちでこの曲は歌ってるのかなっていうのもこう気になったりしてすごく見てて楽しかったです、うん、確かになんか奥深い曲だなって思うと ね、 そうですね、うん、感じますね、はい、こう小田のレコーディングの様子見てるとすごく小田の声って本当に楽器みたいだなって、うんうん、なんかモーニング娘。のこう CD として出来上がった時はもちろんこうみんなの声と合わさってるからなんか直接小田の声だけをこんなにこう聞けるのってやっぱこのアプカミだけじゃないですか、はい、だからすごいその面白さを感じることができました、うん、あとはあの一番最後にあの追加のね音程が変わったから追加でレコーディングするよっていうの、はい、あそこのパートがあのレイナと小田の歌割りになって追加で撮ったんだもんね、はい、追加で撮りました私もあれ私も実は撮ってて、はい、あと福村さんとかも撮ってるのかな、ね、何人か撮りましたよね、そうそうそう何人か撮って、うんうんうん、で出した時もその小田の最初にこう聞いてこういう音程になったから歌って見ててた、うん、はい分かりました私もそう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 、なんかそういう感じで小田にはお世話になってるなと思っております。はい、ということで以上モーニング娘。トゥーゼロギューされたいだけなのに小田さくらボーカルレコーディングでした。どんな時でも応援してるよ、頑張れ。石田あゆみと横山玲奈がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間になりました。はい、というわけで今回のアプカミも内容盛りだくさんだったんですけれども、うん、こう私たちの、まあ、3月31日に発売されたアルバムの中から、はい、まあ、今回は愛してなんがわるいのレコーディング風景を見たんですけれども、うん、もう本当に今回のアルバムはこうたくさん新曲がありつつ、はい、ユニット曲もありつつっていう、はい、本当に盛りだくさんのアルバムになってて、なんかこう それこそ これぞ J-POP ってこう、うん、スンクさんがおっしゃっていたように、はい、本当にこういろんな種類のこう J-POP がギュッとこう詰まったもう見どころ満載のアルバムとなっていると思いますので、たくさんの方に手に取ってもらえるように私たち自身も頑張っていきたいなと思いました、はい、そして、眠れる森の美容ですね、はい、まだあそこは台本を読み合わせる段階の映像でしたけど、うん、ここから4月16日が初日で4月25日まで公演をするっていうと、なんかまたなんだろうな、この映像を見た上で舞台を見たら
なんか、あ、全然みんなの役柄が変わってるとかもあるかもしれないし、うん、そのビヨーンズがどんぐらい初日に向けて作り上げていくのかっていうのを私自身も見に行けたらいいなと思うんですけど、すごく楽しみにしたいなと思っています、うん、こう舞台の稽古ってまあ取れるだけの時間こう結構詰めてすごくみんな練習して、でも本番は今回でいうと9日間しかないんですよね。なんかそれがすごくなんか儚くってぜひ本当にたくさんの方にこう今必死に頑張っているビヨーンズの姿を見ていただきたいなと思いますし、うん、同時進行で花鳥風月のコンサートツアーも続いてるんですよ、はい、だからそれをこうやってね同時にやっていくビヨーンズっていうのは本当に大変かもしれないんですけど、みんな応援してるしたくさんの方に応援いただければいいなと私も思っております。はい、アフカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアフカミ、お相手はモーニング娘。21の石田あゆみとモーニング娘。21の横山玲奈でした。さよなら。